どうもー、おりの晩酌です。こんばんは。えー、非常に悔しいね、今日は。うーん。ロウキ君から3点取っただけにね、これを落とすのはちょっと、もったいなすぎますわね。これはね、あー、サチ上がね、踏ん張ってくれりゃーっていうことなんですよ。これはね、もう、ああ。 老期から3点取ったら、もう、打線としてはもう仕事はしたと。うん。まあ、そういう認識ではおるんですよね、私的にはね。うん、もう老期から3点取ったら、うん、もう、投手陣はちょっと、もう、文句はもう言えませんよっていうね。うーん。これで勝たなきゃっていう感じなんだけどもね。うん 幸ャチが追いつかれちゃいましてね。おいで最後は近藤君がね、ちょっとファーボールから、うーん。ちょっとや、ねまあ、平野、その前の平野さんもだいぶ危なかったんですけども、うーん。まあ、平野さんはね、まあ、毎度のことなんですけども、まあ、結果抑えるからね、うーん。 いやーしかし今日は悔しいですね、これは。うん。いやーもったいない。これはもったいないよ。うーん、いやーロッテさん手強いですね、これ。うーん。うーん。じゃあ今日はね、大下くんがいっぱい見れましたけどね。うーん。ベンチにね、えー、いる大下くんをね、えー、いっぱい見させていただくことができましたけども。 いやー、しかしねー。いやー、悔しいです。ほ、え、ん、っと。まぁ、あ、ちょっと振り返っていきますからね。うん。えー、4月28日、3対4。負け。ねあ。今日はね、しっかりとね、試合見れたんですよね。うん。えー、ところがですね、先発、サーチャー君。ね、素晴らしかった三者凡退で滑り出してね。まあ、ランナー、ね、出すけども。うん、まあまあまあ。 ね、安心でしょうっていう感じのね、4回までだったんですけども、5回ね、まぁ、あ、ちょっと、ヒットでランナー出して、あの、2人目のファーボールね、ああ、あれが良くなかったですかうーん、まぁ、あ、結果的にはね、うーん。そして結果、あの、まぁ、あ、藤原くんのは、まぁしょうがないとしても、あの、藤岡くんのはあの、ちょっとね、うーん、逆玉ですかああ、ああいうとこですわね、うーん、あそこでちょっと、 一気に同点に追いつかれてしまうってね、なんとかこう、あそこで2点で止めといてくれりゃ、なんとかなったかもしれませんけども、うーん。いやー、そこでね、サッチア君が、うーん。もうちょっとで、勝ち投手なのにってね、悔しい。私は悔しいです。ね、本当に。そして、 えー、まあ打線の方になりますけども、まあ、初回ねもう相手ローキーだからねこうまあそうねゾゾマリンほどではないけどももうゾゾマリンだったらもう諦めなんだけどもうんまあ京セラですしあの京、ー、セラのローキーくんやったらまあもしかしたら1点取れるかなっていうねうん1点もしくは 二点取れたらいいなっていうね、ぐらいよね。うーん。そしたら三点取っちゃったんだから。ね。初回いきなり。まずはこの胸ツーベースからね。あの、やっぱ森ね。えー、森の頼り。もう止まりません今日は森がね。えー、今日はね、っていうかもうここ最近ね。うん、もう4番森です。ね。本当に。素晴らしい。ありがとうです。ね。よくぞオリックスへ来てくれたっちいうね。もう大シャリ。ね。 うん、もう若槻さんの見る、もうね、若槻さんを見る機会がめっきりなくなってしまいました。ねえ、素晴らしい、ナイスバッティング。そして、えー、さらに4回でございますね。こ、あのー、満塁、ねえ、あの、もうゴンザレスがね、あの、見た、もうスーパードン詰まりね、スーパードン詰まり内野安打ね。う 見たことないぐらいどん詰まってましたけどもね。うーん。あれでね、まあ満塁になってね。ほいでこの茶ノがね、もう、パンとね、こう、綺麗に、もう、弾き返したね。うーん。ャ野くん、タイムリーってことで、これで2点目。さらに紅林。ね、今日は1番に入りました。1番の紅林っていうね。うーん。 まあ確かにね、3番、4番、5番。まあ中川は、そこまで本調子じゃない。まあ正直4番の森と5番のね、うーん、ラオウが。まあ打率はそんな高くないんですけども。まあここぐらいしかやっぱ期待でき,、ま、できないもんね、今の折り打線はね。うーん。まあね、うんもうちょっと繋がってほしいんですけども。まあまあ、それでも今日は3点取ったからいいか。 まあ、紅林が一番打つっていうね、結構緊急事態ですよね、これはね。うーん。まあ、そのね、紅林が、えー、犠牲フライで、三点目をもぎ取っていただきましたし。まあ、今日は三点取ったから、なんとかしてよっていう感じでしたけども、まあ、さっきも言いました、幸也くんが、同点になってし、同点を許してしまいましたって、ね。うーん。で、5回途中からはね、えー、まあ、同点に追いつかれてからですけどもね、吉田く君が、 まあ、火消ししてごもって。で、総一郎くん、ね。本田くん、安倍ちゃん。まあ、ここは素晴らしかったですね。うん。ね、ここは素晴らしかった。ね。まあ、平野さん。まあ、これいつも通りね。ええー、まあ、劇場ってやつね。うん。俺はもうね、普段劇場、劇場に出てるんですけども。うん。まあ、平野さんは、こう、劇場を作る側の人ですね。ええー、平野劇場ってことで。まあまあ、 そうですね、うん、ハラハラはさせていただきますね。うん、スリル大好き、ね。そして近藤。ね、これはこれあのー、近藤ちゃんの場合はこれはね、えー、劇場というかまあうん点取られちゃったね。えー、ハラハラしてハラハラさして、えー、結局取られちゃったっていうね。うん、近藤さん。 追い込むまではいいんだけどね。あの伸びのストレートでね、ビュンビュンいってね。うーん。ウィニングショットが欲しいね。うーん。なんか、すごいやつが。うーん。消えてなくなるぐらいのね、魔球が欲しいね。うーん。なんかね。そうなんですよね。宇田側のフォークみたいなね。うーん。 あのシュンペータのカーブみたいなね、ああいうの欲しいね。うん。まぁ、あ、ちょっと今日はボール先行っていうのもありましたけどね。うーん、近藤が。ここで、えー、点を許してしまいまして、勝ち越しされちゃいましたっ,つってね。うん。そして、えぇ、ー、折り打はその後、落とさなしというね、まあ、チャンスありましたけども。まぁ、あ、まあ今日、このロッテのね、 あのー、鉄壁のリリー夫人うん、見てたら、あれ、点とんのは難しいわね。うーん。まあ、だからまあ、やっぱ、やっぱ何度も言うようだけども、あのー、サーチャー君が、なんとかそこの、誤解を踏ん張っとかんたかんかったね。うーん。まあ、明日は、吉野だから、ちょっとエースに託しますか。ね。 あーなんとかね、ここポンポンと買ってね。うーん。ちょっと今、レンのパイですから。うーん、これはまずいですよ。このままズルズルいかないようにね。うーん、明日、吉野部で、ね、ピシャッと一回レン、悪い流れ断ち切って、俺も日曜日も買って、ね。あ、結局、勝ち越したジャンでいいんですよ。ね。うーん。そういう、そういう魂胆でいきましょう。ね。まあ、ちょっと。 いつまでもうだうだ言うてないでね。うーんうん。さっさとね。さっさと筋トレだけして。ね。明日に備えましょう。ね。うん。あのー、あれは危なかったね。森友哉のデッドボールね。うーん。あれ、あれやばいね。165キロのデッドボール食らった人なんて初めてなんじゃないねえ。 したよ俺は森友哉ちぎれたかと思ったよ足がねえあれは危ないですようんよいしょヒヤヒヤしましたよね森友やおらんなったらもう誰が打つねんちゅう話やからね、うん、もう本当良かったベンチから出てきた時はもう本当。ほんと ね、安心しましたけども。うん。やっぱ頑丈ですね。ええー。やっぱり。キャッチャーっていうのは頑丈にできてますわね。うん。は、え、い、ー。ということで。うん。ええー、以上でしょうか。まあ、切り替えていきましょう。明日、頼みますよ。ね。 というわけで、終了晩酌でございました。さよなら。バイバイ。